と体重は2キロぐらい減って見えてきましたね。そう前ですね。パラレルでやってるけどこの辺関係ないですからね。パラレルの方が引きやすいけど。グッと腕ですね。固めてですね。まあ、だいぶ筋肉が見えるようになったんですね。まあ、最後はちょっとハンド使いますね。後ろに。そうギリギリまで伸ばした感じね。で、一回休んで、一回休んで伸ばしたらブレイクになるから。で、ちょっと休んでもう一回みたいな感じで。せーの。そうそう。休みすぎると、またね、長くなる。OK ですよ。これで、今度軽いので、すごく軽いんですけどね。この1200のストレートバーも売ってますからね。宣伝したりして。これはものすごく軽いですよ。バーも軽いからですね。これ。もう意識でこれぐらいでも潰れますからね。血管よ出てるじゃないですか。トレーニングは補助じゃなくてこう止めてもらうんですね。邪魔してしまうからですね。今補助してますからね。あとチーティングで3回ぐらいいきましょうか。最後1、2、3、OK な感じですね。結果もだいぶ出てきたですね。仕事休みも無駄じゃないですね。筋肉が見えるようになったからですね、いい感じですね。いいですよ、筋肉もありますよね。サーフィンやられてるからですね。しっかり、まあ、こうアップしたら結構いいですね。これ下着ですね。シシスカットマシンですね。後ろに倒して、これまあ効きますよね。レッグエクステンションみたいな席だから。このカレンダーの寄付はニコスマ九州の まあ、筋トレは入れて、サーフィンは抜いてですね。そうですね。まあ、首都機もよく出てますからね。サーフィンの首都機もよく出てますからね。サーフィンのプロだから筋トレやってなくてもこれぐらいつくっていう感じですね。割れてますよね。筋トレやってもますますつきますからね。最後ここで補助してもいいですよ、自分で持ってですね、心補助できるとかいいですよ、よく聞いてますね。乳酸を食べて追い込むって感じですね、これはね。サーフィンは抜くって感じで